カセケムイは、エジプト第二王朝のファラオであり、30年間、エジプトを治めた。第二王朝最後の王であり、前の王セトペルイブセンの時代に起こった内乱を、平定した。前王セトペルイブセンとカセケムイの間に、カセケムという王がいた主張する説があるが、カセケムイと同一人物とする説が、一般的である。同一人物説を取るならば、カセケムは内乱を鎮圧してから、 二つの力強い、ものの出現という意味を持つカセケムイに解明したと、されている。そのため、王名を残すセレクには、ホルスとセトの双方を示す動物が刻まれた。この時期の石壺に、ケネブの町で、北の敵と交戦した都市と、記録が残されていたことにより、南エジプトのカセケムイと、北エジプトとの間で戦闘が行われたことが、判明している。ケネブの町とは、 南エジプトの主要都市ヒエラコンポリスのナイルガー対岸の土地であり、北エジプトの反乱の規模の大きさがうかがえる。しかし、カセケムイの王母から出土したカセケムイ像の台座部分には北エジプト人の打ち倒された主体が描かれており、南エジプトの冠を被ってその上に腰掛けるカセケムイの姿は反乱の鎮圧を示す。時代の王より、 瀬戸名が消えることからも、彼の知性では瀬戸派の勢力が減衰したことが読み取れる。カセケムイは、紀元前2686年頃に死去した。埋葬されたアビドスの墓は、長さ70メートル、幅10メートルから17メートルの巨大な不等変四角形をしており、当時の王母として得意な形をしている。また、一部は、洞窟を免れており、黄門と、 工玉崩の王鈴、金箔の張られた蓋を持つ水差し等が発掘された。また、現存する立体的な王の像としては、最古の化石煙像が2体発掘されており、それぞれ変岩と石灰岩で作成されている。化石煙の墓から900メートル離れた場所には、同年代のレンガ建造物、シュネトエルゼビブが発掘されている。この長方形の建物の大きさは、 長さ123メートル、幅64メートルにもなるもので、複雑な内部構造が判明している。建物の目的は不明だが、作られた年代と位置から、カセケムイの応募との何らかの関係が推測されている。カセケムイには、男子の多い継承者がおらず、女性多い継承者として、娘のニマートハッピがいた。ニマートハビは、サナクトを夫に迎え、 サナクトはエジプト第三王朝を開始する。古代エジプトは母系社会であり、この婚姻はサナクトの王位に正当性を与えた。ありがとうございます。